こんにちは、野村です。パワフルサッカーやっていきます。今回は MFI スクールで天才招き、いきましょう。で、今回天才届けと招き猫持ってきてます。イベントデッキこんな感じです。みせくん、エマちゃん、やべくん、へきくん、ひだりくんで、あいはらと。さあ、行きましょう。お、いいよ、いきなりいる。まあ、まずは相原をしっかりとね、彼女にしていくことから始めましょうと。はい、来ました。この全身を貫かれたような感覚、この多幸感、万能感。そうか、やっと理解できた。キュピーン、俺こそがセンス丸つきの天才だったんだ。頼むよ、来いよ。うわ、ついてない。はい、盆栽でした、凡人でした、すいません、凡人でした。ただしっかりいきましょう。あとはテクニックのタックがどれくらい絡むか、ミニゲームどれくらいいけるかにかかってますね。で、まあミニゲームがどれくらいいいやつが出るかという問題もあります。で、少しずつミニゲーム慣れてきたので、前よりはマシだと思うんですけど、まあ正直まだミスるのでやってみないとわかんないですね。全然相原来ないんだけど。で、今んとこびっくりなし、相原が一緒に帰らない感じで、流れはそんなに良くないですね。うわ、マジか、そんなに嫌われてる？センスついてないから？あ、やばいぞ。どうしよっかな、テクニック踏む？ちょっと困っちゃいましたね、これ完全に。エマ踏むか。タック力が一番あるのはエマちゃんなので、まあ、エマちゃんを優先でいきたいですね。休もう、これあまりにひでえな。ん？つうかイベント、そうだよね、招いてるから走ってくれていいよ。ダッシュ、ドリブラーでもいいけど。おお、よし、頼む、10アップ。やべくん、ブブー。こういうの待ってました。で、途中出場を取りましょうか。うん、まあいいでしょう。帰らねえ、どんだけ嫌われてんの。うわー、おかげさんでまだ評価いってない、こんだけ踏んでんのに。まずいな。さあ、行きましょう。やべ、全然だ、緊張してんから。ちょっとミスりそうで怖いっすね。オッケー、まあ、あとは正直、金徳どんぐらいいくかとかなので、まあ、千丸もちろんついてほしかったですけど、まあ、そこまでは気にせずに進んでいきましょう。やってみよう。これ2回目以降成功したことないんだけど。ちょっと、相原行かなきゃいけないのか。行きたくねえ。しゃあねえな。しかもびっくりしてるしな。まあ、いっか、仕方ない。マジか、相原帰らないぞ、帰らないぞっつって、すげえな。お、成功。もう一回成功したらどうなるんだろう、これ。行ってない
マジで、やっと帰ってきたよ。ちょっと相原これで本当に流星群くれなかったらネオさん発狂しそう。オッケー、ひとまず告白は間に合いそうかな。あ、ミセ君は行きたいんだよな。調子安定ありますけどね、精神と。ミセは行きたいな、正直。もうフリーキックいいよ。帰らない。よーし、ごめんね、散々文句言って。かわいい、かわいすぎた。おお、結構出てますね。イベント走ったおかげかな。鼻づまりがひどいな。ずるずる言ってたら申し訳ないです。鼻づまりがひどいです。なんかちょっとバットなんだけど、おかげで。クロステクニックいいですね。しっかり行きましょう。12秒以内、ちょっとミスらない方向に行きたいな。なんかミスりそうだな。あ、大丈夫か。いや、なんか、なんだろう、今日、まあ、収録日初めてのサクセスなんですけど、なんか調子が悪そうだな。そんな日ってありません？なんかわからないけど調子悪いみたいな。そしてなんでボランチで入ってしまったのか。スピード上げづらいぞ。まあいいか、しゃあない。もうテクニック、キノココインも結構うまいですね。テクニック上げるか。お、すでに C ある。さすが天才。障害物に当たらずゴールで、時価上げで62になんとか行きたいっすね。ちょっとなんか大丈夫か、マジで。なんかミスりそうなんだけど、普通に。いや、なんかやばい、なんかやばい、なんだろう、全くわかんないですけど。緊張してんのかな。もう1年以上動画上げてるから緊張はしないんだけどな。あ、意外性欲しい。お、来た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 。ナイスー。やばい、ちょっとやべ、早すぎるわ。ちょっと D で成功してくんねえかな。 D までは上げられるかな。上げられない。45が限界。おお、これ割と行きたいな。うん、てかこれに行けばいいですね、正直。ポイントも大きいし、チームメイト評価5だし、どなたでも OK。 まあ、練習レベルとかもありますけど、まあ、これで十分ですね。やばい、これなんかもう見せるな、どっかで。うん、なんか、目疲れてんのかな。確かにパソコンは一日中見てるけど。あとは鼻詰まりので体調悪いからかもしれないですね。ナイス。これどうしよっかな。30ポイントか。デートを優先しましょうか。ああ、かわいい。パラデートなしはかわいいぞ。ああ、ドリブラーいいっすね。調子安定。ナイス。
しっかり行きましょう。障害物に当たらず。ちょ、なんかやばいな、ミスりそうだな。真剣にミスりそう。危ね危ね危ね。うわ、怖怖怖怖、とても怖い。なんだろう、手汗もひどいな。熱なのかな、ちょっとわかんないっすね。えい、よし、いいよ。駅結構走ってるな。お、エマーマーク外しとトリブラーか。テクニックとスタミナ上げるか。お願いします。マーク外し、 OK、 頼む。タン、よし、矢部坂君の頑張りを無駄にはしない。俺もドリブルで突破だ。いくぞ。 OK。 いやー緊張した。まず1個、矢部くんこれで、しかも2くれるっていうのがいいですね。休まなきゃ。体力30。ああ、これでキノコやればいいっすね。で、調子安定でいいっすね。完璧だな。で、コツ系のやつがまだ来てないっすね。パスとか危機察知とか。あとはダッシュ、スルーパス。この辺は、金徳来る前になんとか。お、なんか、やっぱり調子悪い。やっぱり調子悪い。うん、なんとかこせてますけど、ちょっと不安だな。なんかなんだろうな、なんか目に疲れが溜まってるのかな。調子安定やりましょう。まあスタジアムですごく使える緑特能の一つだと思うので、で査定がついてるかはわからないです。危ない。なんか不思議だな。まあ天才界っていうのもあるんで緊張してるのかもしれないですけど、なんだろう、やばいな。ちょっとめっちゃ寝込んだ方がいいかな。オフェンスいらん。店くんまだ行ってないですね。やばい。コーチング、あ、危機察知、展開力来ましたね。展開力先行ってチームメイト評価上げて店くん上げましょうか。で多分スタミナ B いけますね。なんでこれ開けよう。はい、いけません。これいくか。じゃあ、障害物に当たらず、これカバーリングかかってるんで、なんとかもう当たらないだけっていう感じの真ん中攻めで。うわ、怖っ。OK。やばいな。このステージにドキドキするってちょっとやばいっすね。どうした？どうした？どうした？そして、後イベもマイベも来ないぞ。お、いいよ、忍者。忍者。エマの言う通り。で、タックは正直もうテクニックのダブルとかしか踏む予定がありません。ただ、ミセ君まだなんだよな。コーチング行きましょうか。これは、僕多分たまにミスるやつなので、
まあこれはそんなに無理していく必要はないかなと。でコーチングいけないっすね、つうか展開力だな。じゃあどうしよう、チームメイト行く？いやいや、デートしますわ。絶好のデート日和なんで。ああ、左1ね。ちょっと店くんが行かないから動きようがないんだけど。当たらずに35枚。これも緊張してたらやばいぞ。割と簡単だけど、これうわ危ねえ、当たりそうだった。オッケーオッケー、あとキープとかが欲しいな。キープまだだな。オッケー、店が走りました。行ったよね、もう店くん多分。あ、行ってる行ってる、みんな行ってる。ただちょっとアイドルだな、アイドル期間だな。これ行く？失敗してもいいから。臨床精神か。デート3回目なんですよね、もう。行くか、デートにしよう。うわあ、相原さん、カラオケ。それはよろしくないよ。ただ今のくらいじゃないですか。と、序盤全然来てくんなかったぐらい。頼む、これは頼む。天の川、天の川、流星群。えっ、キラーン、流れ星か。残念。まあいいでしょう。大一番フェアプレイ。これ両方行きたいやつですね。で両方ともオフェンスか。じゃあ早めに碧くんを出動させましょうか。インターバル1。じゃあいけねえ、タックにする。ミセ君とエマちゃんいるんで結構技術大きいですもんね。これは踏んでいいか。うん、これは踏んでいいか。2回目、オフェンス上げときたいっすね。気持ちオフェンス上げてると行くような気がしますね。おやばい、オフェンスも上げなきゃいけないし、テクニックも上げなきゃいけないし。じゃあ行きましょうか。なんとかミスらず行きたいっすね。ただちょっと今日ダメかもしれない。まあ意識するのは無理はせず、ボタンはしっかり押す、それだけですね。押したのに反応しないじゃんがあるんだよ、たまに。手汗が入ってきた。よし、体力の調整もバッチリです。うん、ミセ君行っていいかな。でもシングルタックか。ただ行くとこないんですよね。これ行けないもんね。残り2ターンで行けないですもんね。
フェアプレイ取りよかったな。まあいいか。うん、3回目。デート順調ですね。うん、いけない。デート順調すぎるな。うん、ミセ君とかタック踏んでいいな。シングルでもね。頼む。俺の代わりはいくらでもいることを目の当たりにして怖くなったんだ。初めてまじまじ見ますね、このイベント。そういえば怪我してもいいよ。右足の重積が取れた気がするよ。はっ、どしゅ、ダダ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 、頼むよ。40点、頼むよ。オッケー、おお、通した、いいよ。決定力はないものの、まだ壁か。よくやったぜ、ヘキ君。キープとテクニックに行きたいですね。で、あとは微妙だろう。なので、終盤をもらっときましょうか、早めに。ちょっと緊張してきたな。ちょっと待ってください。途中出場、終盤、カバーイングか。手取らなかったっけ？あ、ありますね、やっぱ。あとドリキン？フェアプレイも来てないな。お、頼む。クソ、全然捕まらねえ。トン。はぁ。トラップミスしてる場合じゃないわ。やられた。それは成功しといてよ。はい、トラミでした。うん、やっぱ通らねえ。深くてつらい。55。うわー、達人キープ惜しかった。5行きましたからね。ナイス。子供が可愛い。ナイス。テクニック、A 止め S。いやー、今のとこないからな。でも上げたい。いや、いいか。4いけるか分かんないしな。てかクリアできるか分かんないです。難しいやつなんで、これ。ただちょっと達人キープいけなかったんで、なんとか。あとはドリキンか。ダッシュしてないやんけ。危ない。うは。オッケー。39。うわー、1枚たぶんね。ま、クリアできたことが良かったですね。うん、ドリキンが足んないな。ナイス。
見せ。ナイス。フリーキック取れるかな。フリーキック取ったら、そうだよな。もう一番が微妙そう。うわぁ。究極の選択だな。大丈夫だろう。フリーキック来ないだろう。頼む、決定力。ここで来い。うわぁ。うわぁ。エマを信じて上がる。せめて PK とかが欲しかったっすね。さあエマももう来ますよと。これが結構うわー辛いの。パスコツテクニック。ミセ君行きましょうか。ミセ君じゃねえや、ヘッキ君にまず行きましょうか。終盤もらったから、まあ早めに潰しといた方がいいですね。もう差し入れ完璧なんだけど、タイミング。で、あとはテクニックのでかいタックが欲しいですね。で、パスコツいきます。これちょっとなんとか、最低3欲しいですけど、普通にミスります。普通に当たります。怖い怖い怖い。ちょっと今日本当に怖い。うわ、怖っ。うわ、すげえドキドキする。うわー、足んねえ。取りに行けばよかったですね、右側のやつ。ただまあ、パスコツさん、もらいましたね。いやー、ちょっとドキドキしてきた。今んとこノーミスですからね。これ何くれんだろうな。やってみよう。あー失敗したのか。やべ坂くんまだじゃない。ダッシュとかやべえ。ちょっとやばいぞこれ。もらえないとやばいぞ。あとテクニック1回行きたいだけですから、行っちゃっていける。ダッシュ、よし。一緒に考えない。おお、そういえばまだイベント終わってなかったですね。ちょっとドリキンやばくないか。来てない気がするぞ、イベント一回も。嘘でしょ。エマちゃんのコツつきじゃないですか。うん、これでも絶対グキなので、うん、これうわー、しゃあねえ、こっち行くか。いやー団長の思い出。今んとこドリキンがなんか果てしなく怪しい。精密。精密とキラーパスマジで頼む。うん、流星群、まあ小吉で、まあ微妙な流れの割にはやっぱりミニゲームミスってないんで、かなり点は出てますね。メンタル壁、これは踏めるな。
テクニック4とフェアプレイコツか。じゃあまずこれでヘキ君踏みましょう。左左、ちょやばいぞ左。フリーキック取るか。行きましょう。はい、ということで勝てました。次行きましょう。決定量くれ、マジで。ヒントくれ。全部くれ。これいかんとな。これいかんとな。じゃあ行きますか。早めに。またコツとか来るかもしんないんでね。ボックスとボックスまで行けるのはほんとたまにですね。30枚も普通にミスったりします。普通に死にます。気がなくなって。これだな。ここでやっちゃうと、うっそやん。完全、おいおいおい、ちょ、マジでやばい。あらららら、完全やらかしてんだけど。はあ。完全にやらかしてしまった。やっちゃった。いや、完全にやっちゃいましたね。ここまでいい感じだったんですけどね。うん、店1。じゃあいいか。いや、なんか嫌な予感がずっとしていて、なんか真ん中ら辺でぐちゃぐちゃってなってしまって焦っちゃいましたね。ちょっと今の困ったな。って感じでした、自分的にも。ちょっとテクニック S が厳しそうかもしれないですね。次の切り替わりで金属来ないと終わるぞ。やべえ、坂君。ドリブラー欲しいんだよな。ダッシュ取りますか。ドリブラー2段来ないと無理だ。てか、左が来ない。頼むよ。スペシャルメニュー。オッケー、よっ、来た。よっしゃい。店。3度目の正直。フィジカル、ダッシュ。うわー、ダッシュ来たか。キラーパス。あー、精密機械。割と全部行きたいな。見せコツスルーします。決定力あるんでね、まだ。どうするよ。どうするよって感じですね。そして左来ないぞ。ちょっと兆候ですね。デートはあと1回だろ。まあ、いずれにせよフィジカル行くんだったらこれ先行った方がいいですね。行けないや。体力30。
30戻すか。フィジカル行くの？もう PK 取って狙った方が良くないって感じですね。決定力狙った方が良さそうっすね。爆発力でもいいしな、最悪。勝負。うわー、フィジカル。帰ろ、お家へ帰ろ。よし、よっ。お願いします。これ難しいやつか。しょ、確か右側にいればいいはず。ちょ、やばいな本当に。全然越せる気配だ。オッケー、なんとかいけました。よし、金属増やせた。精密はちょっとしゃあないっすね、来ないんで。パス取れたんですけどね。スルーパスどうすっかな、行く意味あるかな。クロス、うん、すでにこの値だからすげえ強いな。スピード置いとくか、ボランチですからね。よいしょ。はい、ということで勝てました。次行きましょう。MFI 勝ちま、左頼む、左頼む、左頼む、以上。これいきますか。体力回復できますからね。で、スピードだな。おい、オッケー。可愛い子でいきましょう。左頼むぞ。マジで。草コイン。45。結構これ機敏な動きが必要。やべ、やらかした。やばいぞこれ。あべべべべ、やらっちゃったー。テンパったー。完全にやらかしてしまいました。いやー、2個も見せちゃったわ。いやー、生きてー、いけたなー今ので。仕方ない、スルーパス取るか。いや、ちょっと今日調子悪いっすね。元から上手い方じゃないですけど、うわぁ、ちょっとやっちゃいましたね。全然だなぁ。当たったらダメだったっけ。40枚か、足りてねぇ。あー、ダメだ。どこかで緊張の人が切れちゃいましたね。くそ。いやー、うーん、そうだな。ちょっとスピードスター待つか。行きましょう。はい、ということで勝てました。次行きましょう。で、あとは休んで相原かな。
ありがとう皆さん。はい、あれ評価怪しいな。ひとまず行きますか。カラーデートだったら休められるんでね。うん、まあミニゲーム失敗してしまったんですが、なんかこうキラーパスがしっかり成功できたといういい方向に考えて進んでいきましょう。あと決定力と頼むよ。 FC レグルス、来い。あー失敗した。左さん、いやーマジか。テクニック A 成功しねえか。お、ラッキー。イベントは全部いけましたね。で完走したけどいけんかったな。エマってもうないね。44 56 61 70。いやーちょっとドリキンも失敗か。カクンってなっちゃいましたね。きついな。はい、行きましょう。はい、ということで勝てました。次行きましょう。あと決定力だけ左くん仕事してくんないかな。頼む。うわー店がいる。シングル、まあいいでしょう。うん、フィジカル1個取るか。キラーも取るしかないっすね。タイエスもすれば来てないっすね。はい、ということで勝てました。ただレッドカードで点取った後にこの2点取ったんですけど、点取った後にレッドカードを出されて自動で退場していきました。これどうなんの。わあ、マックスよかった。点取ってたらもう関係ないんですね。よかった。これ当然突っ込みますね。これくらいくれてもバチ当たんないでしょう。うん。ありがとう。さあ、行きましょう。さてさて、嗅覚直取りだな。うん、あと終わってからやりますかっていう感じですね。スピードだけ上げとこうかな。フィジカル取っちゃうか。スピードシーンするだろう、どうせ。これでいきましょうか。さあ、しっかりいきましょう。ここマックスで取らせてくれてもいいだろう。ボランチですけど、まあなんとかフィジカルとね、キープと、ちょ早いレッドカードの恐怖が。さあ、立ち上がりはまだ両チームとも様子見。ほんとやめて。そこ入るわ、普通に。多分フリーキック。あ、ラッキー。今はシュートが枠に収まりませんでした。どうだ。うまく奪った。前線へカットします。よし、どう展開していくか。左に出す。さあ、ここから。機敏すぎるわ、相手動き。
お、来た。なに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 、超ラフプレーじゃん。うち前半はまだシュートが打てていない MFI。 あ、やばい。ちょちょちょ、な、な、な、どうしたどうした、ケイガチ、どういうこと。シュート怖よく守りました、ゴールキーパー。ちょっと頼むわ、マジで。ミドルシュートでした。さあ、行ってみよう。強い。よし、そいつ倒れてるうちに。左上がっていく、切り込んでいく。いいか、パスしちゃえ。ちょっと遠いかもしれないですね。シュート。よし、しっかり勝とう。まずその上で主人公点取るからですね。ヤベビッチ、キーパーの届かないコースに鮮やかに決めてきました。ファールでしょう。チャンス。主人公蹴れるでしょ。フリーキックテクニック S ですから。蹴れない、さすがにです。1対0でリード。もろた。OK。 このショートコーナーがもう本当に最も美味しいですね。連続ゴール。パスだ。ディフェンスの間抜けていきゴールです。落ち着いてゆっくり行こう。 MFI 着実に得点を重ねていきます。2対0。いいよ。いや、よくないよ。得点で主導権を握る。やばい。お、激しいボールの奪い合いです。ちょちょちょ、どういうこと。うまく奪った。いいよいいよ。お、倒れてる、かわいそうに。でも外に出してる余裕はない。前線へのボール。お、ちょ、出して出して出して。どうした、ボタン反応して。戻ります。どう攻撃、僕の手汗のせいかもしれないですね。なんかすごいあれだな。緊迫の決勝戦、まずは前半を終えました。さあ、試合終了後栄光を手にしているのはどちらでしょうか。では後半です。ちょ、本当やめてやめてやめてください。終わった。シュート、決まった。完封なくなりましたね。ちょ、やめて。ちょ、あんなに頑張って点取ったのが、そんなんで、そんなんで取り返されるの、ほんとやめて。うわ、怖。ファンタジスタのフォワード、ほんと決定力半端ないっすね。僕も動かしたくないっすもん。パークを限定ルートで作ったフォワード。ちょ、やばくないこれ。MFI1点リードというゲーム展開。後半、追加点が欲しいところでしょうか。いいよ。やばい。じゃあ、そういうナメプはやめよう。右にドリブル。いける。一人で上がっていきます。いやー、うまい。持ち出します。縦を使います。さあ、左サイドへ。誰を狙ってくるのか。サイドのスペースを使います。いいよ。ジョルジュ、ナイス。これは見事に相手のカウンターを阻止しました。冷静な判断で乗り切りました。ちょ、やめてやめてやめて。ファール本当やめて、それ。ドリブルで左へ。うん、落ち着いてドリブルしよう。いいよ、託して主人公。前線へ出す。見せ。おーっと、ここは通る。うまいような下手なような。ナイス。ここキープでいいよ。左へ行く。そう、こいつ強いな。前に預ける。見せ。ボールを前線へ。打っちゃい。これは勝てましたね、さすがに。よし。MFI これで2点差。勝てました。きっちり。はい、達人キープとドリキンが失敗で、他は行きましたと。プラスキラーパスで金属5かな。で、ミニゲームは3つぐらい。ただ金属行けたんで、まあ、最低限かなっていう感じですね。
で、序盤の方はノーミスできてたんで、それなりに仕上がってると思います、選手は。多分、そう願いたい。うん、あとはもう本当に、精密機械の、金徳ゲームが来て、それを両取りしてっていう流れにはなりますね。7600か。十分だろう。で、さてさて、うん、これ絶対いってると思うけど、マリーシア司令塔、ボールダッシュ、マッチアップ、シュート系取りたいかな、レンジ、うん、この辺20まで取りたいっすね、普通に。パスは取っとこうか。ま、好みの話ですね。もうここまで来ると、本当に。キャプテンシー取る？キャプテンっぽいもんね、なんか。っていう理由だけです、以上。ちなみにキャプテンシーを外すとビハインドは漏れなく取れますと。いいか、いらねえか。か、シュート系外してきそう。振る？キックとか振ってもいいですけどね。したらこれ両取りできるし、これでもまあいいけどな。うん、いや、これは取るか、安いし。で、ちょっとキックは待って、キックはちょっと待とうか。これ取ったら終わりか、ゲームオーバーか。ゲームセットしてるな。空中戦、シュート力欲しいけど、まあいっかな。空中戦も取れるし、うん、ロングスロー外したらまだいけるんじゃないのか。気のせいでしたか。思いっきり筋力余っちゃいますからね、これ。もったいない。レンチ、あー、まあ、いや、よくないな。ちょっと待ってください。シュート力取るよ、やっぱり。いや、パスは20がいいかな。つったらもうこの辺20がいいよな。っていう話ですね。レンジ、何を取ったんだ？キャプテンシーはもうどこで取ってたよな。何かを取っていけなくなりましたね、間違いなく。うん、でもこの辺の細々したやつか。ロングスロー。マリーシア外したなんかいけない？バックパスか。バックスピン。ゼロになる、また。いやー、違いますね。はい。はい、60、73。まあいっかな、こいつ。いっかなって感じになってきますね。シュートレンジ195。いっか、こいつ。いっか、いっか、いきましょうか。さあ、わあ、うっそー。マジか。という結果になりましたね。
あーいやーいやー、まああと一コマだったので、マジか、ちょっともったいない振り方しちゃったかな、うん、という感じでしたね。いやー、はい、いやーもうちょっとコメントがないですわ。ぜひ皆さん慰め、ライク、慰めコメントお願いいたします。で、そうですね、まあ大幕の流れはそれなりに進んでいて、ただ最後の方ミニゲームポロポロって落としてしまったので、その辺かなか、金徳も2つミスってしまってるんでね、なかなか、くそー、悔しいな、もういっちゃえるかーって感じになりますね。いやー、へこんだー、へこんだー。ぜひ皆さんの、慰め、ライク、コメントお待ちしております。今回の動画は以上となります。もしよろしければ、いえよろしくなくても、皆さんの温かいライクボタン、慰め、コメントお待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。